じゃあもう一枚ぐらいいきましょうか。ディドゥネームシングルプレイヤーさんです。杉田さん、梶田さん、ゲストの江口さん、うぞうむぞうの皆さん、ニッコニッコニニッコニッコニう、はい。なんでうってなって、なんかうっていうの好きなの。うって何のうんなんですか。なんか好き、知らねえ。もうすぐ信長思い出すよ、ラブライブの話で。出てきますね。相変わらず信長くんはなんかいろんなことを考えてるんだな。いろんなこと考えてる。いろんなこと考えてる。いや、ラブライブへの愛情がすごい偏っててね。偏ってる。そうか。なんかどれを言おうとしてもどれも言えないんだよ。全部言えない話なんですね。言えないかな。言えないかな。それ本人を招いてね。ぜひ話してほしい。やっぱ本人の話はやっぱ本人から言うのが一番面白いじゃん。やっぱ野村君は三次元に何かちょっと苦手意識があるのかなと思う瞬間があって。この間だって薄暗いバーで、俺と森さんと信長で飲んだのね。その時にラブライブの話になって、で森さんはあの通りほら、中学生の、性のアグレッシブっぷりじゃない、まあまあまあ。性欲強いし。ノーラー君とかなんかめっちゃモテそうじゃん。森さん、ここすごい落ち着いた店だから。めっちゃモテるでしょ。カヨチンが好きだったらカヨチンの声優さんとかみたいな話になった時に。あのイベントでお会いしましたけど、あ、なんかあんま、素敵な人だなと思った。はい、終わりです、みたいな。まあ、それまでニコニコ笑ってたのに、急にスーッとなんか落ち着いた感じ。だから夢を叶えてくれる人だから尊敬はしてるんだって。かといって本人がどういう人かなんてどうでもいいんだって。信長さんは、俺はあれ、安全牌だと思います、すごく。何が村上輝明の話で盛り上がったんで、あんまりこう三次元の方には、あれなのかなっていう気がしました。そうだよね。野村君綺麗なんだよね。なんかその辺の考え方がね。二次元に関しては、俺、エグ三人でめっちゃ盛り上がったことあるから、ね。もう、めちゃくちゃ盛り上がりますね。三人でやると。そうね。ほら、ラブライブへの捉え方でさ、野村がにちょっとだけ申し訳ないって言ったことあるじゃん、エグと。あ、はいはいはい。俺らって要するに、なんか、やらしい二次創作とか、そういうのばっかりから入ってるじゃない。そうですね。どちらかというとね。そう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 。それ言ったら、野村が傷ついちゃうんじゃないかなと思ったら。野村氏は、そういうの一切チェックしない。そんなことないと思う。じゃあ、傷つかないっすよ、それ。同じ、同類じゃない、同じ穴の無人なじゃないですよ。でも、笑顔が変わらないから、ニコニコっていう笑顔が全く変わらないのよ。何かこう、可愛いカヨチンって言ってる時と、違う、時間軸というか、世界線のカヨチンの話をしてる時の顔は変わらないんだよ。おぉ、最高だ、これ。最高です。やめなさい。はい、メッセージありがとうございました。じゃあ、メッセージの次は曲をかけようかね。